こんにちは、高校野球 .com の栗崎です。今回も古関淳二さんと川島副編集長に各球団の戦力分析とおすすめの選手を聞いていきたいと思います。今回は東北楽天ゴールデンイーグルス戦です。それでは早速ご覧ください。はい、それでは今回は、東北楽天の、おすすめの選手、そして補強ポイントを紹介していきたいと思います。まず補強ポイントの方から、小関さんお願いしたいと思います。はい、結構戦力は悪くないんですよね。ピッチャーも、まあ、その FA で取った選手が、はい、岸とか頑張ってますんで、則本ももうずっとね、そう複数年契約で言いますんで、はい、そういう面ではピッチャーは比較的他球団に比べて安定している、はい、野手も悪くない、外国人もしっかりしてますしね。そういう中で誰を取るかっていうと、やっぱり東北のチームなんで、はい、これはもう東北のピッチャーを、まあ、超物がいるんで、はい、そこに行くしかないだろうという気がしますね。はい、ということで、こちらですね、はい、佐々木朗希投手をまず最初に入札して、そしてキャッチャーも2人挙げていただいてます。はい、キャッチャーはですね、やっぱり、まあ、保有地が出てきたし、そんなに緊急を要しないと思うんですけども、どうもキャッチャーが欲しいというその球団の声がありますんで、はい、だったら海野とやっぱり軍司が今年のアマチュアの中ではトップクラスの選手なんで、はい、まあ、佐々木を外した場合はその順番で来るのかなと思います。はい、竹岡選手も高校生野手として挙げていただいてます。そうですね、やっぱり東北の高校なんで、はい、もう全部東北の縁をちょっと重視してピックアップしたんですけども、はい、まあ、ここまでその地元の高校だからっていうことはないと思うんですけどね。はい、分かりました。川島研修長いかがですか。それ、ね、東北つながりってことだと、まあ、日大山形の渡辺君ですね、大型キャッチャー、はい、まあ、結構若年層の、まあ、さらに層が作れるという意味で、まあ、渡辺君はいいんじゃないかなと思います。はい、分かりました。やっぱり東北の選手を中心にですね、はい、行きたいというところですね。ありがとうございます。では次回はですね、千葉ロッテマリーンズの補強ポイント、そしておすすめの選手を紹介していきたいと思います。次回もぜひご覧ください。